松島は日清戦争及び日露戦争で活躍した日本海軍の防護巡洋艦である。1892年4月5日、竣工し第一種に編入。1898年3月21日、二等巡洋艦に類別された。新国が保有していた戦艦、鎮炎と庭園の二隻に対抗する軍艦として建造された松島型のネームシップ。 日清戦争時の連合艦隊機関である、同警艦は五福島、橋立。明治維新後の混乱の時期を過ぎると、世界的な帝国主義の波の中で、日本は国土防衛と海外進出のために、朝鮮半島を生命線とする国家戦略を立てていた。これに対立するのが、歴史的に朝鮮の創始国をもって認じていた新国であり、次第に、 日清両国の衝突は避けられないものと認識されるようになった。1885年に新国北洋艦隊が襲撃させた庭園、陳園の庭園急戦艦2隻は日本海軍にとって大きな脅威となった。庭園級は日本海軍はもちろん鉄橋海軍が東アジアに配備していたどの大型艦をも凌駕する巨艦であった。庭園級戦艦に対抗するため、 より口径の大きい32センチメートル単装砲を装備して建造されたのが松島型防護巡洋艦、いわゆる三景艦である。松島は後部乾板、他2隻は全部乾板に据え付けられた。建造に際して設計西士艦、エミール・ベルタンはフランス海軍の防護巡洋艦のように中高径砲を多数装備し、 機関出力に優れる高速型の巡洋艦を提案した。しかし、日本海軍は機関出力や走行を切り詰めてでも 32cm 砲を装備することにこだわり、当時の日本の港湾施設では4000トン台の艦艇が運用し得る上限の大きさであったこともあって、本艦は巡洋艦級の船体に比して大きすぎる 32cm 砲を搭載する艦艇となった。 そのために 32cm 砲砲塔を守備線方向から左右に旋回すれば方針の重みで艦が傾斜して計算通りの行革が取ることができず発射すれば反動で姿勢が変化し深度にまで影響を及ぼすという欠陥があった 32cm 砲の操作は技術的に未熟な日本海軍にとって難しく故障が頻発し戦力化するには時間を要したまた 公開回線では、松島が発射した 32cm 砲弾は4発、他の三景間も五福島が5発、橋立てが4発だけである。六角下、陣縁の見聞では、32cm 砲弾の直撃波行が1つあったとされるが、命中弾はなかったとする説もあり、32cm 砲が実戦で威力を発揮することはなかった。 1894年9月17日15時30分、公開海戦において、左限4番 12cm 砲角に、鎮縁の 30.5cm 砲弾が命中、創薬が誘爆して大破し、57名が戦死した。日露戦争では、紹介と総会活動に従事した。1908年4月30日、海軍兵学校第35期卒業生の少尉。 候補生による遠洋公会で寄港した台湾マコーで爆沈した。殉職者は乗組員370名中207名。慰霊碑がマコー、殉難者の石踏みが佐世保市内にある。この時、両館橋立てに乗り組んでいた長野治見隊員が真っ先に探偵を指揮して救援に向かったという話がある。 なお、日清戦争直前の1893年11月30日改正の軍艦団体定員表によると、松島型の三警艦はいずれも、大佐地名、詳佐地名、大尉7名、小尉7名、機関召官1名、大機関士3名、小機関士1名、大軍医2名、小軍医1名、大主計2名、小主計1名、上等兵装3名、機関士4名、 戦勝死1名、一等化死20名、二等化死22名、三等化死15名、一等卒53名、二等卒96名、三等卒、および四等卒は合わせて114名、以上、士官27名、巡士官8名、歌死57名、卒1 6 3名、総計355名とされた。日本海軍史、第9巻。 第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。松島台湾方向真皇公園内的松島艦、遭難慰霊碑、記念碑、も、松島艦主法方針ともらせん推進記書、建造所大連合艦隊機関にふさわしく、松島にはいろいろなエピソードがある。ありがとうございます。